シナプシュチャンネル。というわけで8月の月歌たくさん聴いてください。はい、またねー。またねー。はい、ありがとうございます。それでですね、はい、なんか今後のこの大人プシュで、もともと我々が計画してたことがありまして、バンドを作ってもらえますか。バンド、うわ、これ大丈夫かな。なんかできます。本当だちょっとなんかもう変なバンドになっちゃってるバンド、なんかできるんですか。ピアノいけるんですか。あ、いける。じゃあもうバンドじゃないですか。大人プッシュバンド、歌っていやいや、歌どこかで披露する場所を作って、いつか皆さんの前で大人プッシュバンドやる日が来るってことですか。なんだ、企画ですね、これ。え、ちょっと待って待って、ピアノができます。ちょっとリコーダー弱いって。何やったらいいんだろう。じゃあ誰かギター役はちょっとあったら、バンドなんでギターや練習したの。マジっすか。いいじゃないですか。弾けそうですよ。弾けそうビジュアル的にはいけそう。ビジュアル選考できます。できるかな。やりましょう。でもなんか新しいことやりたいなって思ってたんですよ、はい、そう。だってこの間もね、なんかいっぱい大人プッシュ見てますって言ってもらえたから、うんうん、応援してもらおう。僕のそう50歳の目標、確かにフジロックフェスティバルに出るっていう目標があって。今何歳でしたっけ。今36なんで、あ、じゃあ14年ぐらい本気でやればフジロック出れる可能性あるかも。 あるかもしれない。長いあ、頑張ろう。チーズが、だってバンド名決めたりもしなきゃいけないから。そうですね。バンド名決める会とかも多分やりましょう。確かに。やったー。頑張ります。大人プッシュバンド結成。